皆さんとこのお花を持って今日は元気に吉祥寺の街を歩きたいと思います。日本に今これだけたくさんの原発があるっていうのは、その時代時代を生きてきた大人たちが放置してきた問題の結果だと思うんです。何もしないっていう選択は今の子どもたちの世代が大人になった時に同じ問題が継続されていくことだし、地震大国にこれだけたくさんの原発があるっていうことは、もう次の事故が起こるのは時間の問題だと、推進っていう選択はありえないのは明らかだと思います。